王立音楽大学ロイヤルカレッジ・オブ・ミュージックはロンドンにある名門の音楽学校である。学部レベルから博士レベルまでのクラシック音楽教育を行っている。現在はウェールズ校チャールズが総長を務めている。国立音楽養成学校の後継校として当時の英国皇太子により1882年に設立されジョージ・グローブを 理事長に迎え1883年に開校した。1894年にロンドンは、ケンジントン地区の現所在地に移転したが、この年に、チャールズ・ヒューバート・パリーが理事長に就任し、1918年まで職を務めた。1894年に開放された赤い、レンガ造りの建物は建築家、アーサー・ブロムフィールドによって設計された。隣にインペリアル・カレッジ・ロンドン。 反対側に、ロイヤル・アルバート・ホールがある。音楽院にはまた、広大な楽器の博物館があり、一般に公開されている。プリンス・コンソート・ロードから眺めた、王立音楽大学校門から見た、王立音楽大学。ありがとうございます。